大会記録は1993年藤脇雄介君、山梨学院大学が出しました3分43秒72。この種目、岐阜駒澤大学、斉藤君、東洋大学、増田君、城西大学を中心にレースが展開されると思われます。また岐阜駒澤大学は視覚記録3分42秒37です。400m を60秒で通過いたしました。先頭は岐阜駒澤大学、続いて東海君関西学院大学、斉藤君東洋大学、まもなく 800m の通過、2分2秒。先頭 800m の通過2分2秒です。先頭は変わらず岐阜君駒澤大学、東海君関西学院大学、斉藤君東洋大学、ラスト1周目鐘が鳴りました。まもなく 1200m の通過、3分4秒。 1200m の通過3分4秒です。先頭は岐阜君駒澤大学、続いて斉藤君東洋大学、東海君関西学院大学、大会記録は3分43秒です。スクリーンにはリプレイが表示されています。1着岐阜君駒澤大学、3分46秒29。いただいております。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ゴールの手前でのガッツポーズが印象に残っておりますが、どのようなお気持ちだったのでしょうか。
戦から決勝まで日本とも思ったようなレースができましたので、まあ、すごい納得のいくレースができたという意味の方が、これから駅伝シーズンに入っていくと思いますが、それに向けての意気込みをお願いいたします。まあ、駅伝シーズンでは個人の活躍としてもそうですけど、まあ、チームとして三大駅伝優勝を狙っていけるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。もう一度由布選手に大きな拍手をお願いいたします。